なあもう、全然涼しくない。蒸し暑ピーポーなうだよもう。暑い、暑い暑い蒸し暑い。何騒いでんだ霊夢。誰かに商標登録でもされたか？タイムリーなのぶっこんでくんなや。違うんだマリサ。扇風機の前にいるのに、なぜか涼しくないんだ。それ電源ついてる？回ってる？回っておりません。原因それです。などと言いつつ本編、出てきやがれオブジェクト。これで夏場乗り切るぜ。SCP-2613JP 冷房です。特別ヒヤヒヤプロトコル。SCP-2613JP そのものの収容手順は確立されていません。うん、すがすがしいまで逃げてるですね。インターネット上の SCP-2613JP に関する情報は財団のウェブクローラによって収集され、記憶処理を含む適切な隠蔽処置が施されます。適切なんですかねこれは。二次調査の結果から追加の収容手順が提言されています。詳細は発見経緯を参照してください。ホワイトボードの内容薄いなおい。せせ説明打診。 SCP-2613JP は下記の日本国内において特定条件下で出現する異常実態です。詳細な出現条件は不明ですが、人が室内において非覚醒状態にあることが必要条件と推測されています。誰かが非覚醒でも付近に覚醒状態の人がいる場合はその出現が確認されておりません。この出現条件についても二次調査のデータが活躍しております。詳しくは発見経緯をご覧ください。さてこの SCP-2613JP ですが、人の頭部に酷似した高さ約1メートルの実体です。容貌は出現するごとに異なっていますが、いずれも頸部以下の構造は確認できません。私たちお饅頭の仲間かな。ほらこうして並んでも差し支えないということもないで、この実態ですが、対象がいる部屋の壁に後頭部を埋めるような形で出現します。そしてその後、対象に向かって呼気を吹きかけます。この行為は対象が覚醒するか、付近に覚醒状態の人が接近するまで続き、これら条件を満たすと、実態は消失します。この時、覚醒した対象の多くは、霊量感を感じることが判明しています。意外と有能くんか？発見の経緯か？ SCP-2613JP の初目撃例は不明であるものの、複数の目撃例と思われる情報が2000年代初頭からインターネット上で確認できます。漏れなく隠蔽ですわ。財団さん、日々隠蔽してるよね。しかし、非覚醒状態による目撃、あまりにも不確かだし、その時点では目撃数も少なかった。故に、財団の目を引いていなかったんだ。それが、近年になり目撃数が増加。加えて、インターネット上で屋内防犯カメラによる SCP-2613JP の映像が確認された。さすがに放置できなくなりましたわね。その後、直ちに財団による一次調査が行われることに、目撃例をもとに状況を再現し、実験を重ねたところ、その存在が確認されたため、隠蔽処置と合わせて収容プロトコルの策定、および報告書の作成が行われましたが、性質上、直接観察するのがむずい。二次調査でより長期的に見ていこう、ということになったわけです。帰ってもいいすか？ダメでござる。二次調査は現在も進められてるけど、調査で得られた膨大なデータから、これらの傾向を持つことが明らかになったんだ。蒸し暑い上に風も当たらない場所、そこで眠ってる体の弱い者に涼しさを提供しに来てたわけだ。いいやつやん。ただまあ、冷房より、やっぱり冷房。様々な団体を通じた睡眠時の冷房機器使用の呼びかけ、これが、追加の収容手順として提言されたそうな。霊夢ちゃんとキスでに遅しやん。おしゅし、